皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門野口です。6月23日水曜日午前9時40分でございます。おなじみの、太田市の国道407、407号線を走っております。少しパラパラ雨が降ってましたね、さっき。まあ、この梅雨時ということで、ちょっと本日もこんな空模様で終始するかなというような気がしております。割と車、トラック多かったですね。多かったっていうのは、今はそんなに映ってないかもしれないですけど、車線走っとかないとスムーズにいかないのがありますね。左曲がる車が、左折する車がですね、あるとどうしても突っかえてしまいますので。で、あとちょっとこの先、右右折して、の目的地になりますので、この先太田市役所付近からちょっと右曲がって、その先がちょっと目的地になっております。予定現場ですので、ちょっと右車線先に入っておきます。現在ですね、太田市の方、気温の方24度でございます。最高気温そっと上がらないですね。同じようなこのまま行くような感じです。24、25度最高気温の予想になっております。お昼か午後ちょっと雨の降水確率高くなってますね。ちょっと午後は高い位置のエアコンの取り外しがありますので、ちょっと長いはしごかけたりするのがあるんで、雨降らなければいいなっていうのがあるんですけど、はい、ちょっと黒い雲が見受けられますね。うちの方でお問い合わせいただくお電話の数っていうかタイミング、やっぱり偏ったりしてます。まあ、同じ皆さん同じタイミングとか動くタイミングがあると思うので、昨日はお電話少なかったんですよね。で、やっぱり地図を出さなくちゃいけないとか、そういう業務が僕あんまりなかったんで、動画も撮ってたやついっぱい上げられたので、それはちょっと良かったかなと思います。車線幅が狭いんで結構危険な感じですよね。されてますけれど、まあ、確実に開催の方向になってるんでしょうね。まあ、中止になることはほぼなさそうな雰囲気になっちゃってるんで、まあ、その後の感染者数がどういう状況になるかが心配ですね。
右方向です。太田市役所南を曲がっていきます。ちょっと何回かここ撮ってるんで、建物お店のご案内は割愛させていただきます。まあ映ってるあの映像の方で、ちょっと確認というよりは、ご覧いただいて、お楽しみいただけたらと思います。まあ、これも、まだでも2ヶ月半ぐらいですか、初めて車載カメラのご案内。もうそろそろだらけてきてるのかなっていうか、あの秋が来てるのかなっていう感じがしないでもないんですけど、また新たな方法、また違った動画を撮っていけたらなと思ってるんですけど、なかなか時間に余裕がないっていうか、まあ、本来のお仕事のかける時間っていうのがあるんで、4月から始めて、やっぱそれなりの時期の風景と、その場所の、動画を撮っていけたらなと思いますので、まあ、あの本数は少なくなるかもしれないですけど、地道に撮れる限りは撮っていこうと思っております。ここで動画のご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。